赤盛りした後に食わないのアイスが。写真で TikTok だかなんだかインスタか、インスタに上げていいねみたいなものを稼いだだけで、その後食わないのあいつが。それで店員の人が怒って、うん、こういう人が多いんで、うん、当店では、ね、そうバカ盛り定食みたいなやつはやめます。かわいそうな高校生はすげえかわいそうだね。まあでもやってくれそうだけど、ね、高校生あんちゃんだからやってあげるやつって。中にはさ、それを楽しみに来てる子たちもいたはずなのに、そういうバカのせいでなくなんだよ。で、めんどくさいのはそういったサービスだとかいうやつも出てきそうだけど、ね、上林にしかそういうことしてくれないです、まあ、しょうがないでしょうね。だって信頼がないんだもん。常連と一元さんどっちが信頼だろうって言ったら常連でしょ。だってちゃんと食べてくれるんだもんね。まあインスタもまあどうなんだろうね。今やってあんのかな、そういうの。まあ、私のインスタはまともなのしか流れてこないから、見てるもんが多分あのK-POP とさ、K-POP の踊ってみたとさ、はいはいはい、動物しか見ねないから、それしかない。タピオカもひどかったもんな。でもたまにそういう変なの流れてくる、あの、うん、TikTok の画像を誰かがそのインスタに、うん、転送じゃないけど、そういう感じで流してるやつとかだな、たまに出てくるけど、はい、タピオカがひどかったな。ああもう飲まないでしてるやつ。そうそう、なんこいつら頭おかしいんじゃねえと思って。そんな体ねえ捨てるにしてもその辺に置いてくのな、ほんと切れそう。頭の上にぶっかけてやろうかと思った。人のミス、あとこぼしたのに何も言わないで腐っていくの、店の中で。いたいた、ドンキでも注意されてるの見たことあるよ。なんかすいません、ちょっと当店では飲食禁止なんです。その辺にまだジュースならいいけど、タピオカってもう粒あるやんけと思って。すげえカッコつけてる。ほんとタピオカはかわいいのに、あのせいでタピオカすげえさ嫌いになったもん。まあでも落ち着いたからいいんじゃない。まあ別に、でも私も別にあれを美味しいと思わなかったし。いや俺は好きだよタピオカ。ちょっと苦手。俺は好き。あんま好きじゃない。あっそう。みんななんかタピオカ。でもそれってあなたの感想ですよね。すごいみんな一生飲むとか言ってたのにね、もうみんな全然飲んでるってクソだよね。クソだよね。ただあの価格で飲もうとは思わない。なんかバカみたいに高くなったじゃん、そういう人たちのせいで。値段知らないけど、元の値段もいくらだったか覚えてない。高いよ。あ、これ右折信号出るんだった。出るよ。タピオカはね好きなんだけど、そういう人たちのせいであんまり飲もうと思う。そう、並んでまで飲もうとは思わない。超わかる、うん、すごかったもんね。あれ今どこ、なんか店潰れたんだっけ、そこあったよ。知らねえ、もう記憶にねえな。ゴンチャみたいな、なんか結構有名なやつだったよね。松屋にできてた、あそこでしょ。うん、あの場所。コロナ前まではなんか列できてたのを覚えてるけど、店にもそういうの来たら嫌だなと思って。似たようなのいっぱいいるけど。あれはいたよ、一昨日か3日、あの太鼓の達人で思いっきり目に切ってば。いやいつか太鼓の達人とかさ、バチ舐めるやつとかさ、太鼓の縁舐めるやつとか出てくるのかなと思ったけど、舐めてもいいけど、あんな汚いの舐めるとお前の方がバイキンすげえぞって思うから、知らねえよってなる。新人みたいなことやりそうなやつですよね。ただアルコール除菌とかしてるから、アルコール舐めるって非常に体に悪いけど、まあ自己責任って感じだよね。知ったこっちゃねえけど。いやだからやってる声気持ち悪いなと思ったけど、あのメダルのやつでもさ、よくあんな汚いの口に入れれるよねってみんなで言ってた。ていうかあれも病気なんだなって思うけどね。飯食わせてもらってんのよ家で。目立ちたいにしてもあれはちょっと気持ち悪かったよ。左方向で精神疾患かもね、マジで。ちょっとね、そういうふうに思わざるを得ないよね。疾患持ってんだよ、あれ。ユリキン・サワデー・チャンピオン。お肉。あ、ライさんがなんで、あ、そっか、巻き込みちゃったんだね。え、巻き込みちゃった。
アライピーさんの。あー、ご飯すいたよ、お腹すいたよ。韓国人8600万円の子供手当を日本政府に申請。よくわかんない。あの変なことだとまたヘイト民が変なこと言い出すからやめてほしい。なんだっていいけど、日本はとりあえず自分たちの国の人たちをなんとか渡る。ご飯微妙。走ってきたからさ。でも止まってる？うん、止まってる。歩行者の身としては私はもう点滅したら行かないって決めてるから。本滅は？本滅はもう何も言ってない。ポンテンくん、何ですか？こっちもさ、点滅で行こうとするとさ、車もさ、右折とか左折で来るやつもさ、すげえ強引に来るじゃん、慌てて。あのということは、またあったあった、あの、分かったっつってやってくれるのはありがたいですかもね。ホブがシコシコ言った後のあの顔、小ズミみたいな。およそ700メートル高い橋を斜め右方向です。気持ちバック後ろにいたのか、ごめんね。でもちょっと分かりづらいな、あれ、うん、待ってるように思われるぞ、あれ。斜め右方向です。うん、多分ちょっと 前で止まると本当に紛らわしいから、気持ち下がった位置なんだよね。およそ300メートル。まあでもいいんじゃない、ああやって一応止まるの大事だよ。うん。違ったの、ちょっと違った。あ、違ったと思って、行きたいんだと思って最初。その先目的地付近です。ハイビームで来んなこいつ。クソッケが。この辺もすっかり雪解けてくれてよかった。こんな橋が怖いよな、雪降った時。危なかった俺。急勾配だし。うん、いや、こけて俺。足帰りが怖かった。だこっち側は雪かきされてて歩きやすかったね。あっち側は雪かきされてなくて。こいつ、赤信号だぞお前。ババア、死ね。この車がかわいそう。ね、マジかよってなる。これ、もろぼ赤信号とか撮ってます。ね。あ、いいよ。顔舐めなくていい本じゃん。今日多分ホコリ食っちゃいね。